皆さんこんにちは、大ちゃんがむちゃんです。今日は8月2日火曜日から8月15日月曜日、期間内全国のサークル系とサンクスにて夏のドラゴンボールフェアを開催。対象商品を買ってポイントを集めてドラゴンボールヒーローズカードをゲットしようということで、この3種類のカード、対象商品を買うと、はい、こういうカードがもらえます。はい、で対象商品は3つで、1枚ですね。はい、3つで1枚、9個買えば、はい、サークル系か、サンクスで9個なんか買えば、対象商品買えば3枚、ゲットできます。はい、何を買ったか1個ずつ出していきましょう。はい、せーの、はい、おにぎり、おにぎり、おにぎり2つ、はい、鮭と明太子ですね。はい、次、せーの、ドン、和風ツナマヨ、またせーの、ドン、焼きたらこマヨ、おにぎり、はい、せーの、ドン、焼きたらこマヨ、2つ目、おにぎり、次、せーの、ドン、シーチキンマヨネーズ、せーの、ドン、シーチキンマヨネーズ、おにぎり、これです。おにぎり、せーの、ドン、はい、おかか、はい、せーの、ドン、お稲荷さん、おにぎり、せーの、ドン、はい、これです。飲み物、はい、飲み物、とびっきり Z ドリンク、はい、大ちゃんが優しいので、ご飯のを買ってきてくれました。はい、ありがとうございます。はい、はい、こんなに買っちゃいました、9個。はい、それでこの9商品でじゃん、悟空ブラック、じゃん、ソン悟空、せーの、じゃん、トランクス未来。はい、では早速開封していきましょう。これは後で食べましょう。これ後で飲みましょう。どれから開封していく？悟空だね。はい、悟空からいきますか。はい、悟空、あ、じゃあどうぞ見てください。はい、こんな感じの絵柄です。すげーっすよ、このキラキラ感。はい、ですね、なんていうのかな、このキラキラ感というと、ねレアカードともまた違うな。はい、このね、金箔推しっていうのが凄まじいね。この鏡みたいなもんだから。はい、あのグミの時の金色の金ともまた違います。はい、凄まじく嫌ってます。はい、かっこいいです。めちゃです。めちゃかっこいいです。で、チェンジラッシュですね。はい、カードアクションチェンジラッシュで、逆境を超える力持ちですね。で、エナジー5個で、チェンジラッシュ後ゴッドカメハメハが打てるようになります。はい、こんな感じのアビリティです。はい、で、チェンジラッシュで自分のパワーが永続でプラス5000、敵のガードが永続で、3000減らせるということですね。1回限りです。はい、でも永続ですからね。はい、はい、で、これ本当にこのカード使えると思います。はい、作戦決定前に仲間の気力がピンチになっていると自分の気力全回復、毎回ですね。はい、というアビリティを持ってます。では悟空ブラックいきましょう。はい、はい、悟空とまた同じような感じなんだけども、悟空とすごいね、キラキラの金箔、金押し、すげえな、これは。パパの顔が見えそうです。言い忘れてたんだけど、うん、この今回のカードって、うん、悟空ブラックトランクス未来って箱押しパラレスじゃない、なんかだと思います。アビリティ紹介します。カードアクション全くありません。はい、こんな感じです。はい、悟空ブラックですね。はい、ゴッドミッション9段の UR の悟空よりもかっちょいです。はい、はい、この悟空の方がパパは好きです。V ジャンプの付録の悟空もかっこよかったんだけど、悟空ブラックもかっこよかったんだけど、うん、今回のブラックのがかっこいいと思います。はい、このね、炎の燃えるような感じのね、白押しがかっこいいですね。邪悪な感じが出てる。そうですね、うん、ココちゃんね。はい、で、奇襲の一手です。アビリティ、サポーターにするとラウンド終了で敵サポーターの人数分敵のヒーローエナジーを奪う、毎回、使えます。はっきり言って使えます。トランクス未来の
箔もまた違いますね。はい、おお、かっこいいね。ちょっとアップでいきます。はい、こんな感じですね。はい、トランクス未来、今までのトランクス未来と違って、ちょっとピンチ感があるね。この絵柄がピンチって感じで、はい、だけども今までで一番かっこいいと思います。はい、今回の、このサークル系サンクスの、フェアっていうのか、限定の商品、このカードはとてもかっこいいですね。全部さ箱押しパラベル、うん、で使いやすさもいいと思うので、そうだね、まあ集めてみるのもいいんですが、何しろおにぎりを9個買うのもちょっとバカらしいでしょ。飲み物9個だったらいいんだけど、ね、そうかな。はい、で、まずロックオンです。一刀両断、必殺技が発動できるときに、アタッカーにするとロックオンした敵を攻撃して超気力ダメージ、超強力な気力ダメージを与える1回限りです。はい、そして今度こちらですね。ラウンド開始時に仲間が気絶してると、はい、そのラウンド敵に与えるダメージが2倍、毎回です。今回はユニットありません。はい、こんな感じです。そしてはい、白押しパラレルですかね。はい、まあこのなんていうの、ダークな燃えてる感じ、うん、そしてこっちは何チェンジラッシュしてる感じの様子がしっかり出てますよね。はい、SSGSS の後ろにスーパーセイジンスとスリーと通常がいますね。はい、はい、まあチェンジラッシュですからね。いっぱいいます。でトランクス未来はこのピンチの感じですよね。めちゃくちゃかっこいい、ちょっとやられてる感ありの、表情、この表情がめちゃくちゃいいですよね。かっこいい。ブラックにね殺されそうな。あーそっかそっか、こんな感じかな。でもブラック何にも変わってないじゃん。うん、ブラックにやられそうなね、トランクス未来で やばい感じの、ね、そこにさ、なんか知らないけど悟空が現れた感じだよね。トランクスを助けたですね。そういう感じだね。はい、ではサークル系、サンクスで、対象商品3つで1枚です。だから9個買わないと3枚揃いませんというカードの紹介を終わります。これでしょうか。